スーパー戦隊シリーズで歴代メンバーを務めた俳優たちの現在 NT5、 ウルトラマンシリーズ、仮面ライダーシリーズに並び特撮三本柱と称され、特撮シリーズファンの心をわしづかみにするスーパー戦隊シリーズ、放映開始から40年を迎えようとしていますが、その人気は衰えることを知らず、世代を超えて未だに語り継がれています。そんなスーパー戦隊シリーズを演じた俳優たちは子供たちにとってはヒーローでした。今回もスーパー戦隊シリーズの歴代メンバーを務めた俳優たちの現在を追ってみました。まとめましたので、ぜひご覧ください。それではスタートです。まずはこちら、宇宙戦隊キューレンジャーからご紹介します。まずはこちら、シシレット、ラッキー役を演じたのはキス・タクミさんです。デビュー前からスカウトを受けていましたが、美容師になる夢があり断り続けていました。しかし同作の主役のオファーで、専門学校の先輩からヒーローになるチャンスはもう二度と巡ってこない、美容師は資格があればいつでもなれると説得を受け、オファーを OK したそうです。2017年に俳優デビューで、いきなり同作のシシレット役で主役に抜擢。同番組は終了して日が浅いというのもありますが、終了してからはチアダンでレギュラー出演を含め、毎年複数本のドラマ映画に出演し、安定した活躍を見せています。今後に期待したいですね。続いてはこちら、サソリオレンジ、スティンガー役を演じたのは岸洋介さんです。2010年にデビューしましたが、芸能界しか知らないことは世間知らずとの理由で一度芸能界を辞め、会社員をした後、また芸能界への思いが再燃し、2016年に芸能界に復帰します。復帰翌年の2017年に同作のサソリオレンジ役に抜擢され、お茶の間にその名を浸透させることに成功します。同作終了後は日本テレビの人気情報番組スッキリでレギュラーレポーターを務め、人気を博しています。続いてはこちら、蛇使いシルバー、ナーガレイ役を演じたのは山崎大輝さんです。デビューしてから数年は舞台活動をメインに忍たま乱太郎など多数の舞台に上がり、並行してテレビにも出演。2017年同作で蛇使いシルバー役に抜擢され、初のレギュラーを獲得。その後は舞台、ドラマに安定した出演をしており、2019年もキー局ではないもののテレビ神奈川で放映された明治東京レンガで主演を務めており、キャリアを積めば大抜擢される可能性も大いにある逸材と言えるでしょう。続いてはこちら、カメレオングリーン、ハミー役を演じたのは大久保桜子さんです。2012年に子役としてデビューしましたが、当初は役柄には恵まれませんでした。2017年に同作でカメレオングリーン役で初のレギュラーを獲得。その後もスーパー戦隊もののオリジナルビデオ映画に出演しています。2019年現在、大学名は明かしてはいませんが、大学に通い芸能活動を現在自粛しています。続いてはこちら、カジキイエロー、スパイーダ役を演じたのは榊原哲司さんです。2010年にデビューし、舞台では活躍していたものの、2016年にフジテレビ朝が来るでレギュラーを獲得するまで、デビューから足掛け6年かかりましたが、2017年も立て続けに同作のカジキイエロー役でレギュラーに抜擢され、人気を上げていくことに成功。2019年はドラマ出演はないものの、オリジナルビデオ、舞台では夢王国と眠れる100人の王子様アビー役で主演を務めるなど、安定した活躍を見せています。
続いてはこちら、小熊スカイブルー佐久間小太郎役を演じたのは田口翔太さんです。2012年デビューし、2015年 NHK 大河ドラマ花もゆで初のレギュラーを獲得します。2017年も同作の小熊スカイブルー役でレギュラーに抜擢されました。演技力には定評があり、その後も徐々に出番を増やしています。2019年もバンダイの CM に起用されており、今後が楽しみな存在です。続いてはこちら、鳳凰ソルジャー大鳥剣役を演じたのは南圭介さんです。2004年にデビューし、舞台ドラマと多数出演し活躍してきました。早稲田大学卒業の秀才であり、漢字検定準1級、ウイスキー検定2級、世界遺産検定2級を持っており、スーパー戦隊シリーズでレギュラーを務めた俳優の中で屈指の知識人です。2017年に同作の鳳凰ソルジャー役に32歳という年齢で起用されています。その後も同作出演前と同様に映画、舞台と安定した活躍を見せています。さらなる飛躍ができるかどうかは今後の展開次第と言えるでしょう。続いてはこちら、動物戦隊獣王ジャーのご紹介です。まずはこちら、獣王イーグル風切大和役を演じたのは中尾雅樹さんです。2016年俳優デビューし、いきなり同作の獣王イーグル役で主役に抜擢されました。当番組終了後もドラマ「人は見た目が 100%」「マジで後悔してます」でレギュラー出演するなど、複数のドラマにレギュラー出演を果たします。2019年も映画「チア男子」で主演をはじめ、映画2本、ドラマでも「カカフカカ」「こじらせ大人のシュアハウス」でレギュラー出演するなど、年々確実に人気を上げています。続いてはこちら、獣王シャーク世良役を演じたのは柳美希さんです。2013年デビューし、デビュー作ドラマ黄金シャチ伝説グランスピアでいきなりレギュラーに抜擢されます。その後3年ほど中だるみはあったものの、2016年に同作で獣王シャーク役に抜擢されてからは知名度も上がり、毎年安定した活躍を見せるようになりました。同作終了後は2年で桜の親子丼、かけ狂いを含め4本のドラマにレギュラー出演。2019年はサイン法医学者柚木隆の事件レギュラー出演のほか、女性ファッション誌ミニでも専属モデルを務めるなど、現在も多方面で活躍中です。続いてはこちら、獣王ライオンレオ役を演じたのは難波翔平さんです。2010年仮面ライダーダブルでデビューを果たします。その後は放課後はミステリーとともにでレギュラー出演するなど、舞台でも忍たま乱太郎をはじめ、2011年から2015年までは必ず舞台出演しており、徐々に出番を増やしていきました。2017年に同作で獣王ライオン役に抜擢され、さらに人気を上げると思われましたが、翌年所属していた大手プロダクションのボックスコーポレーションを辞めており、その後もどこの芸能事務所にも移籍した形跡がないことから、引退し一般人になったと思われています。続いてはこちら、獣王エレファントタスク役を演じたのは渡辺剣さんです。2015年にデビューし、翌年同作獣王エレファント役に抜擢されます。その後は明日の約束でレギュラーを務めるなど、
2018年には映画「花咲くか」で初の主演を務めるなど確実に力をつけており、今後の活躍が期待されるスーパー戦隊出身俳優の一人です。続いてはこちら、獣王タイガーアム役を演じたのは立石遥香さんです。2007年デビューし、2010年にハンマーセッションに初のレギュラー出演を果たします。その後芸能活動を一時休止し、復帰作2016年同作の獣王タイガー役でレギュラーに再び抜擢されると人気を巻き返すことに成功。その後はキッコーマンや P&G の CM やドラマサバイバルウェディングでレギュラー出演するなど活躍を見せています。2019年はまだドラマ出演はありませんが、映画40万分の1に出演しており、人気をうまくキープしています。続いてはこちら、獣王ザワールド、門戸美沙役を演じたのはこちら国島直樹さんです。2014年俳優デビューし、当初は舞台俳優として活躍。2016年に16話からながら同作の獣王ザワールド役に抜擢されます。その後はドラマモブザイコ100でレギュラー出演するなど活躍の場を確実に広げます。2019年も映画アカベラ、ハイ&ローに出演のほか、舞台でもユイをはじめ、すでに4本の舞台に上がるなど、今後のさらなる活躍を予感させます。続いては、獣王バード、バド役を演じたのは、村上康平さんです。1995年にモデルとしてデビュー。1996年に大学を卒業し、木曜の怪談で本格的に俳優デビューを飾ります。その後は安定してドラマ出演し、2001年に嫉妬の香りで初のレギュラーを射止めると、2003年には仮面ライダーファイズの草加正人役でレギュラー出演を果たし、特撮ファンから広く知られるようになります。その後も多数のドラマでレギュラーを務め、2016年には同作の獣王バード役でレギュラー出演し、2007年にもウルトラマンメビウスで早く出演しているため、三大特撮シリーズに出演を達成した数少ない一人であり、2019年も舞台黄昏の荒野に出演。慶応大学卒業の秀才であり、今後はインテリ秀才俳優としての活躍が期待されています。続いては手裏剣戦隊ニンニンジャー、こちらのご紹介です。まずはこちら、赤忍者伊賀崎高春役を演じたのは西川俊介さんです。2014年に人気ドラマ GTO でいきなりレギュラー出演を果たします。2015年には立て続けに同作の赤忍者役に抜擢され、一気に人気を上げました。同作終了後もドラマ、映画、舞台と安定した活躍を見せ、2019年には黒ガラス1、恋する2人の映画2本に出演。今後の活躍が期待される成長株の一人になりつつあります。続いてはこちら、青忍者加藤クラウド役も役を演じたのは松本岳さんです。2013年にドラマ名もなき毒で俳優デビュー。爆竹を軽々こなす運動神経を買われ、2015年に同作の青忍者役で抜擢されました。その後もキャリア掟破りの警察署長、お茶の水ロックでレギュラー出演を果たし力をつけていきます。2019年にも映画岡野教授の南国生物団で舞台でも私のホストちゃんに出演し、安定した活躍を見せています。もう一皮向けたいところ。続いてはこちら、鬼忍者松尾凪役を演じたのは中村海人さんです。
2010年にデビューし、いきなり NHK 教育テレビ天才テレビくん MAX に抜擢され、若年層の人気者になりました。その後もジョンソン&ジョンソンの CM や TBS ラジオ全国子ども電話相談室のレギュラーパーソナリティに抜擢されるなど、順調にキャリアアップ。2015年に同作のキニンジャー役で特撮ファンからの人気を引き込むことに成功。2018年からはポチッと発明ピカチンキットをカイト博士役でレギュラー出演するなど、デビュー以来安定した活躍を見せています。続いてはこちら、白忍者伊賀崎風華役を演じたのは矢野優香さんです。2008年にデビューし、6年ほど下積みを送りますが、2014年にフジゼロックスの CM に抜擢され出番を増やします。2015年に同作の白忍者役でヒロインに抜擢され人気を得ることに成功。同作終了後は安定してドラマ出演を果たすようになります。2019年も TBS ドラマ都立推奨でレギュラー出演を果たし、今後のさらなる活躍が期待されています。続いてはこちら、桃忍者桃地霞役を演じたのは山谷霞さんです。2007年デビューし、2008年フジテレビチェンジで俳優デビューを飾ります。2009年から2010年ニコプチのモデルを務め、支持層を広げつつ多数のドラマ映画に出演し人気を上げていきます。2015年に同作の桃忍者役でヒロインに抜擢され、若年層のファンを取り込むことに成功。同作終了後もトットちゃんモブサイコ100にレギュラー出演するなど勢いを維持。2019年もトーレス科捜研の男にレギュラー出演のほか、映画耳を腐らせるほどの恋に出演するなど好調を現在もキープしています。続いてはこちら、スター忍者金次滝川役を演じたのは田和田秀也さんです。2010年デビューし、デビュー当初舞台をメインに活動。2015年同作スター忍者役で8話から初レギュラーを獲得し、徐々に知名度を上げていきます。同番組終了後はフジテレビ人気情報番組目覚ましテレビでリポーターを務めるなど活躍の場を広げていきます。2019年も舞台サイコパス、文豪ストイロドックスの1ヶ月スパンの舞台2本と仮面ライダージオーで仮面ライダー忍び役で出演し存在感を示しています。いかがでしたでしょうか。懐かしいと思われた方もいたのではないでしょうか。大役に抜擢されるかされないかという運はもちろんあるでしょう。人気俳優として活躍し続けるのは簡単なことではありません。今回紹介したメンバーの方たちはみんな現在安定した活躍を見せてはいるものの、さらなる飛躍ができるかできないかは今後の展開次第なのかもしれません。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。